マリー・セゴレーヌ・ロアイアルは、フランスの政治家、社会党所属、植民地勤務の軍人の娘として、フランス領西アフリカの首都ダカールに生まれる。2007年のシラク大統領の人気満了に伴う、フランス大統領選挙に立候補。史上初の女性大統領を目指したが、ニコラ・サルコジに敗れた。 さらに2008年11月22日、フランス社会党党首選挙にも敗れる。また、社会党を脱党した他の候補者のため、2012年国民議会総選挙にも、敗れた。2014年4月2日、マニュエル・バルス内閣のエコロジー、持続可能開発、エネルギー大臣として入閣した。大臣として入閣後、 ロワイヤルはポア、ポワトゥーシャランと地域県議会議長の職を辞した。8人兄弟姉妹の中、1960年以降、マルティニークで育ち、1963年に、フランス本土に戻る。その後は、ボージ受県エピナル近郊で過ごす。エピナルの私立リセ、サンジョゼフ在学中に、バカロレアに合格した後、大学進学までの期間、ダブリンでのオペアに参加する。 ナンシーのナンシー第二大学に進学し、経済学専攻で2番の成績を収め、その後、シアンスポーを経てエナに進学。エナ卒業後、行政裁判所判事となる。また、このエナ時代の頃に、フランスはオランドと出会う。1978年、社会党に入党する。1982年、フランスはミッテラン大統領の下で、大統領補佐官を務めていた。 ジャックあたりに認められる。1983年から1986年までトルビルイコールシュルメール市議会議員を務める。フランスはオランドと共に大統領府初期官に任命され、1988年までエリゼグルで働く。1988年6月12日、国民議会議員選挙で伝統的に右派の地盤だったドゥーセーブル県でロワイヤルは当選を果たし、 国民議会議員を務めた。ピエール・ベレゴボは、リオネル・ジョスパン両内閣で入閣する。環境省や国民教育省、子ども家族担当大臣、家庭担当大臣を歴任した。2007年5月には6月の国民議会議員選挙には出馬しないと宣言し、任期の2007年6月17日でもって国民議会議員を引退した。 2004年3月28日、ポワトゥーシャランと地域圏知事選挙に立候補し、55%の支持を獲得し、当選した。この選挙は、同地域圏を地盤としていた、ジャンピエール・ラファラン首相に著しい打撃を与えたと、される。フランスはオランドとセゴレーヌ・ロワイヤル。2007年国民議会選挙での社会党大会にて、正式の結婚をしていないが、 セゴレーヌ・ロワイヤルの事実上の夫は、同じく社会党、第一初期のフランソワ・オランドとされる。1999年制定の市民、連帯協定の下、二人の間には四人の子供がいる。2007年6月、オランドとの関係の解消を発表した。2008年11月に、社会党、第一初期選に出馬したが、接戦の末、マルティーヌ・オブリーに敗れた。 国民の意見を集会やインターネットで集め、政策に反映させる参加型民主主義を主張している。また、同性カップルの結婚合法化を公約し、幸福史に象徴される北欧型社会を目標とし、最低賃金の増額を大統領選の公約にするなど、ソシアルな面が見られる。主な支持者は、女性や学生、低所得世帯である。しかし、 その一方で、正しい秩序形成を掲げ、非公少年少女への軍隊式教育をはじめ、国旗掲揚や国家聖書を商用するなど国家主義、権威主義的な主張をも唱えており、こうした主張の多くは、軍人で厳格な教育者だった父の影響を強く受けていると言われている。1999年、高校生が成功により打退するケースが目立っていたフランスにおいて、 緊急否認薬が薬局で処方箋がなくても買えるようになった。これを受けて当時教育省だったロワイヤルは女性の保護、女性の自己決定権を重んじる立場から高校での否認薬の無料配布に踏み切った。この措置はフランス女性らからは強い指示を受けたが保守派を中心とした性交渉規制派からは高校生のセックスを奨励するものであるとの批判を浴びた。 2005年9月22日、パリマッチ氏のインタビューの中でロワイヤルは2007年大統領選挙に立候補することを表明した。初期雇用契約をめぐり、フランス全土において反対派の学生、労働組合により大規模な暴動が発生した際には、強行発言を繰り返すニコラ・サルコジ内相に対する攻撃の宣弁をつけた。2006年4月7日、 ロワイヤルはインターネットによる大統領選挙キャンペーンに着手するとともに10項目からなる政治綱領を発表した。ドミニク・ガルゾード・ビル内閣が CPE をめぐって2度に渡り全土にデモを引き起こしたことを契機に左派系の有力候補に対頭した。2006年9月29日に大統領選挙に社会党から出馬すると正式に宣言して、 同等予備選挙に立候補し、ローラン・ファビウス元首相とドミニク・ストロス・カーン、元財務省を相手に戦った。11月16日の社会党の党員投票では、ロワイヤル候補は60.65%の票を獲得し、カーン候補が獲得した20.69%、ファビウス候補が獲得した18.66%を、 大きく引き離し圧勝し、社会党の大統領候補に決定した。大統領選挙における4月22日の一次選挙では、得票率25%で、ニコラ・サルコジに次いで2位となり、決選投票に駒を進めたが、決選投票で46.94%の票を獲得するにとどまり、落選した。大統領選挙で常に、右派候補が、 左派候補を引き離してきた保守が圧倒的に強いパリ市では、ロワイヤルはサルコジに3838票38差まで、詰め寄る49.81%の票を獲得して前線した。2010年9月18日土曜日、アルクイユでの友愛記念祭にて2011年10月9日、投票が行われた。 2012年大統領選挙の候補者選出のための社会党内の一時選挙で、ロワイヤルはフランソワ・オランド、マルティーヌ・オブリー、アルノー・モント・ブールに次ぐ、社会党候補者6人中4番目の7%の得票にとどまり、10月16日に投票が行われた社会党内の決選投票へ駒を進めることができず、予備選挙段階で脱落した。本選挙では元夫である、 オランド候補を積極的に支援した。国民からはなおも高い人気を誇っており、地味で派手さのない元夫を支える姿がメディアでも取り上げられた。結果、オランドは17年ぶりに社会党の大統領として当選した。ロワイヤルの支持者はロワイヤリストと呼ばれる。これは本来は王党派を意味する言葉である。21世紀初頭のフランスにおいて、 従来とは異なる政治的文脈に使用されうることに注意を要する。レジフランスでクロットジュニアブリル2014レラティフ、アラコンポジションジュングーベルナマン、ハットロイヤル、モネタバー、ハモン、エル、ツイキジアンリスケイド・マニュエル・ボールズ、レモンド、にアブリル2014、セゴレン・ロイヤルネ・キューミューリラ・パルミーニ・ステアイラ、プレザデンスデラ・ラジアン・ポワト・シャアラント、イヴァン・バレリオ、 l e f i g a r o f r s u m m a b 2 0 1 4朝日新聞が1999年12月4日に報じた記事世界の暮らし速攻否認薬フッツで論争をフランス社会等公式結果2011年10月11日閲覧ロワイアル元担当賞偽電話に引っかかり出現アニメアニメ2006年10月2日付 反日本アニメ議員仏大統領に立候補、朝日新聞2006年12月23日付、ありがとうございます。